陽気日と申します。今回は推しに会いに行った日のメイク、下地はダルバの UV エッセンスウォーターフルトーンアップサンクリーム。滑らかなテクスチャでしっとりと肌トーン関係なく素肌のようなトーンアップ、重ね塗りしてもベタつきなく上品なツヤ肌を作る化粧下地 ×UV カット SPF50+PA4+。なんかすごい匂いがする。めっちゃ鼻の匂い、苦手な人は苦手な香りかな。結構ピンクになる。トーンアップもするし、なんかピンクっぽい肌になる。もともと赤みがある人にはちょっと微妙かもしれない。口だけ一か八かでこれを使ってんけど、なんかその日初めて使って、こんなピンクになるんと思って。でも滑らかで塗りやすい。よし、次コンシーラー、ディオールのフォーエバースキンコレクトコンシーラーの名前やけど 0N、 これをファンデーション代わりに使った。マスクしとうからあんまりなんかついてほしくなくて、気になる部分だけ、あっ出ちゃう、気になる部分だけって言ったんだけど、結局ファンデーション代わりとして使ってんけど。高いカバー力のクリーミーなコンシーラー、24時間色移りしにくいトランスファープルーフ処方。まあでも普通にマスクにはついた。オンラインやったら10色から選べる。ディオールにしては安くてコスパも良い。割と薄めに、どうせマスクで隠れるから、あと席も結構遠くて、そんな間近で見んのは友達ぐらいやから、まあまあ別にええかなって。まあ大体隠せてたらいいかな。まあまあこんなもんでいいでしょう。ちょっと鼻赤いかな、寒いからかな。今1月やけど、一旦は10月やから、こんなに鼻は赤くなかった気がする。ぶつけすぎたらないか。よし、こんなもんで。カラコンはセルバイドルってなってる、じゃあドルチェナチュラルバイゼルのパールブラウン、こんなやつ。もうゴリゴリに盛るつもりででかいカラコンつけたろうと思ってた。ブラウンのグラデとぼかした縁でナチュラルでツヤ感のある瞳へ。着色直径 14.5mm と近年稀に見るデカラコンで最高。マスカラ下地はケイトのラッシュマキシマイザーベース、ザラッシュフォーム。これはすっごい繊維が入った。落ちにくい綺麗なまつげを1日キープ。
長時間カール持続するまつげ用下地、繊維入りでウォータープルーフ。正直まつげがすぐ下がってくるタイプの人にはカールキープ力は物足りないけど、長さとボリュームはすごく出る。まつげが白くなるタイプだけど、まあまあボリュームが出るから、どうしても塗りたいときは使う。カールキープ力はないけど、まつパシ取ったからこれ使うしかねえと思って。この間にアイシャドウをロム&のベターガンパレット W0 に。左上がソフトピッチ、右上がピッチミルク、左下がスイーティーピッチ。ピーチが謎に全部ピッチ表記やねんな。でもこっちはピーチって書いてある。甘くて爽やかな桃色のピンクコーラルカラー、ロム&面白いな。全体的にミルキーな色で目力はそんなに出ないけど、あ、可愛い。ほわほわっとした春っぽい雰囲気になる。なんか腰に合う日って、自分が一番モデルメイクをするんやろうけど、私はなんか初めて使うコスメばっかりでったら、まあでも人気な商品ばっかりやからいけるしようと思って、これでなんかあんまり漏れてなかったらどうすんねんって感じねんけど。結構柔らかい雰囲気になる。この日一回も自撮りしてないな。あんまりここつかへんねん。その日自撮りしてないからあんまり覚えてないねんけど、ゴリゴリに盛るというよりかは優しい目元に仕上げるって感じ。また忘れとった。ここ。ブラウン入れたらな。下は塗っとったっけ。まあいいか、塗っとこう。最後、このラメ。このラメが可愛いの。リッターはアミオクのピンリッターリクイードアイブロウ。下のダイヤルを回すとグリッターがミックスされる。壁面についてるのを取ってくれる。宇宙のように透明にキラキラオパールグリッター。筆タイプで大小さまざまな色のラメが入ってる。ピンク、黄色、オレンジ、青、紫、黄緑も入ってる。目の下にのせるとキラキラで可愛い。でもちょっと
喉乾いたらパリッとするかな。こすれにはあまり強くない。やっぱ腰に合うときはキラキラメイクが基本やから。知らんけど。可愛くない。キラキラ、まあ、パリパリすんねんけど。マスカラ下地が乾いたから、マスカラ。フラワーノーズのチェリーラブシリーズの M01。このマスカラはいいっていうのが、他の色使って分かっとったから、バッチリ漏れる。黒でいこうと思って。これも繊維のもっさもさえる。くっきりとした目元を演出する。深みのあるブラックカラー、繊維たっぷりでウォータープルーフ、乾くとソフトマットになってこすってもびくともしないし、オイルクレンジングでもなかなか落ちない強敵。ポイントリムーバーがあった方が安心。日常使いするにはちょっと落としにくすぎる。でもこの価格でこの強力さはすごい。次も塗っとったかな。まあいいか、塗るか。アイライナーはルミアグラスのスキルレスライナーも例に。焙煎されたコーヒーのようなビター感のあるブラウン。筆タイプのアイライナー使いたいなって時はだいたいこれ使ってる。色が黒ほど強くないけど、ブラウンほどぼやぼやしないから。重みのあるアルミボトルで手ぶれせずにかけるっていうのが売りで、まあ、私は別にそんなアイライン引くの苦手ではないから、かければいいんやけど、初心者にはかきやすいのかも。で、こすれにはあまり強くなくて、でもにじみはしない。ダブルライナーはセザンヌの各二重アイライナー、影用ブラウン。アイブロウ。リップはミューズのリューティント11番。ビーガン &35% 香水分ウォーターティント。まるで生まれたばかりの唇、ナチュラルモモ。思ったよりオレンジ味が強い。もっとニュートラル寄りかと思ってた。まあ、これはこれで可愛いんやけど、公式の写真を参考にするとちょっとイメージと違うなってなるかも。ティッシュオフするとこんな感じ。めっちゃ桃の匂い。マスクの中めっちゃ桃の匂いやった。これめっちゃ可愛い。これも一か八かで使っていける。
可愛くてよかった。結構濃いめや。マスカラが黒いから濃く見える。マスクするからチークとハイライトとシェーディングはしてなかったんけど、ちょっとさすがに今日はやっとこう。シェーディングは、エチュードのコントラパウダーの一番クリエイターロンシャドウ右のブラシ。ハイグロシマーハイライター眉毛キモいな。なんか顔丸くね。太ったか。服もその時の服、カーディガンは羽織ってなかったけど、その時10月やったから。こんな感じで、ピアスはどんなんつけとったか忘れたから、なんか適当につけた。以上、では。